催涙スプレー。催涙スプレーとは、防寒や野生動物の顔面に向けて、催涙ガスを噴射することにより、対象がひるんだ隙に避難するための護身、防犯装備である。一般的に市販されている催涙スプレーのほとんどは、オレオレジンカプシカム、OC ガスイコール唐辛子スプレーが、主成分であり、一部クロロアセトフェノン、CN ガスのものがある。一部には以上ガスを、 複数混合したモデルもある。特に、OC ガスは、麻薬中毒の状態にあるものや泥水車にも、一定の効果があるとされ、また熊などの野生動物撃退用のものも見られる。護身用具であることから、日本国内でも、一般の防犯具を扱う商店や、通信販売などで、入手可能となっている。登山等をする人が、熊よけとして携帯する、催涙スプレーは、 アウトドアショップでも見られる。小型のものでは、ライター程度の大きさのものから、大型のものでは、小型消火器ほどの大きさのものまで存在している。また形も純粋なスプレー缶型以外に、取り扱いの容易さや、誤射の防止、とっさに取り出した際、ガスの噴射口が自分の方を向いているといったことによる事故と、おそらくは外見による威嚇効果を待ちした拳銃型や警棒型のものや、 安全装置がついているものも存在する。カプサイシンを主成分とする、OC、オリオレゼンキャプチカムガスは、常温下では主に油状の液体で、スプレー管より勢いよく噴射される。これを顔面に、スプレーされると、皮膚や粘膜に、ヒリヒリとした痛みが走り、咳込んだり涙が止まらなくなるなどといった症状が、現れる。 小型のものでも5から10秒程度の連続噴射が可能だが、至近距離からきちんと狙えば0.5から1秒程度の噴射でも、激しい咳と鼻水が止まらなくなり、数十分は行動困難な状態となる。防寒1から2人程度なら、小型の製品で十分に対応可能で、行きずりの犯行などといったケースでは、そのような軽度の反撃でも、十分に相手の規制をそぎ威嚇できる。 可能性が高い。30から40分ほど効果が持続した後、完全に正常な状態に戻るには、数時間ほどの時間を要する。顔面に命中させなくても、舞い上がるエアロゾルは周囲に漂い吸引してしまうため、たとえ相手がオートバイ用のフルフェイスヘルメットを着用していても、首やベンチレーター付近に吹きつけるだけで、一定の効果が見られる。この他、 防寒の逮捕を容易とするために、染料が含まれる製品も多く、噴射された相手が、気代々色に染まる製品も多い。これらでは、顔面などの効果的な部分に命中しなくとも、着衣や皮膚を染色し、たとえ水や石鹸で洗っても、簡単に落ちないようになっている。また実際に色はつかないものの UV 塗料が、含まれている製品もあり、ブラックライトで照らせば発光する。 目や鼻、口などの粘膜に付着することで激しい、焼けるような痛みを与え、涙、鼻水が止まらなくなるが、これは正規であっても、同じことで、ストリーキングや露出鏡が露出した、下半身に噴射され、取り押さえられたり撃退された事例も聞かれる。噴射される液体が肌に付着すると浸透するため、噴射の後に使用者が、目や鼻をこすっても効果が出ることもある。 液剤は化学薬品やスパイスなどと同じく長期の保存によって性質が劣化する可能性がある。さらに圧力管スプレーは構造上長期間保管すると圧力低下が起こるため原則的に各製品には使用期限が設けられている。これは製造から数年程度が一般的である。類似製品として粘着剤を噴射して 犯人の身動きを取れなくするスプレーが、ポリススプレーという製品名で販売されている。アメリカの警察では、拳銃や警棒を抜くまでもない、暴れる相手が、武器や獲物、鈍器を全く持っていない場合に、抵抗抑止のために用いられる。イギリスの警察では、凶悪犯を射殺する強力な特殊部隊を有する。一方で、拳銃を所持することなく、催涙スプレーを携行して、 治安維持にあたる警察官も大勢いることで有名である。噴射される液剤の飛び方には大きく分けて3種類ある。霧状タイプ、コーンミストタイプ、フォッカータイプのものは噴射口から遠くなるほど拡散する飛び方をする。水鉄砲タイプ、ストレートタイプは遠くまで一直線に飛ぶ。包状タイプ、ホームタイプは包状の液剤が噴射される。 霧状タイプは広く拡散するのであまり正確に狙わなくても命中し、目標が多数でも効果的であるという利点があるが、逆封じは使えず実用使用距離は1メートル以下である。狭い室内では自分も吸い込むことになり、近くにいる人物にも被害が出るという欠点がある。水鉄砲タイプは逆封じにも安心して使用ができ、 狭い室内でも他人に被害が少ないという利点があるが遠くの目標には命中させにくいという欠点がある。包状タイプは狭い室内での使用時も自分に被害が出にくく、他の点は霧状よりも噴射範囲は狭く逆風にある程度強いなど霧状タイプと水鉄砲タイプの中間的な性質である。これ以外にも粉末の薬剤を 液化炭酸ガスで拡散させるというよりも吹き飛ばす強力なタイプのものも存在する。このタイプは有効射程15メートルという拳銃並みの射程を誇り、かつて日本国内でも市販されていたが、陰徳が難しい大型サイズのため一般市民への普及はしておらず、全く例外的な存在と言える。噴射距離は大体2から4メートルだが、危険を察知した時点で、 相手に気づかれないように催涙イイスプレーを手に持ち、すぐに使用可能な状態とする。安全装置があるものは、これも解除すると良い。そして実際に襲撃を受けた場合は、催涙イイスプレーを持っている腕を相手の方に突き出すように伸ばし、可能な限り自分に催涙イイスプレーがかからないように配慮しつつ、確実に相手の顔面に向けて噴射する。相手がひるんだ隙に逃げ、 周囲に助けを求めたり警察に通報して難を逃れる。防犯ブザーとの併用も推奨されている。催涙イイスプレーの噴射方式や飛距離は製品によって差があるため、実際の使用時に戸惑わずに済むように事前に試し打ちをすることが望ましい。ただし、製品によっては噴射が一回限りの使い捨ての製品があったり、一度噴射したものは液体が噴射口で固まってしまい、 実際の使用時に噴射できなくなるという危険性もあるので各商品の説明書を熟読し噴射後はシャワーでよく洗浄すべきである。日本では催涙スプレーを悪用した異臭騒ぎなどのいたずらや強盗事件、傷害事件などがたびたび報道され問題となっている。古くは1995年4月19日に 発生した横浜駅一周事件では668人もの負傷者を出し、地下鉄、サリン事件のわずか1月後ということもあり大きな社会不安を引き起こした。また、2006年4月6日、西日暮里駅で韓国人の武装スリ弾が駅構内で催涙スプレーを撒き散らし、22人が病院に運ばれる事件が発生し、日本国内に衝撃を与え、 容疑者の本国である大韓民国でも報道された。このような事件が続発したため、日本では試直が厳しく取り締まっている。近年、催涙スプレーを犯罪目的で使用したり、いたずらを犯した者は、刑事と民事の両面から厳重に処罰される、傾向にいる。また、捜査ミスで誤射した結果として他者に損害を与えた、場合でも、犯罪として処罰される恐れがある。 有害玩具の一種とみなされることもある。これにより、警察官の職務質問などの際に発見された場合、軽犯罪法違反や迷惑防止条例違反の疑いをかけられる場合がある。実際、2007年8月26日未明にズボンのポケットに催涙スプレーを入れていた男性が、軽犯罪法違反の容疑で、新宿警察署へ任意同行、書類送検されている。 しかし、2009年3月26日、最高裁判所は、被告人には、前科がなく、状況から、催涙イイスプレーは防御用と考えられ、所持に正当な理由があるとして、過料9000円とした、原判決を破棄し無罪を言い渡し、催涙イイスプレーの形態だけでは直ちに違法となる、わけではないとの確定判決を示した。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。